too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotism. Whip, pull me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the... ノリスケ君、今夜いっぱいどうかね。はい、どうも、サンカチャガタババルです。今回なんですけれども、GTA オンラインでね、今こんな現象が多くなってます。セーブに失敗しました。ロックスタークラウドサーバーは現在ご利用なれません。この状態、左下にミニマップの上に出ている状態、またね、セーブ失敗しました、サービスに接続できません、この状態っていうのはとても良くない状態で、まあサーバーがねエラーしている状態になりますね。なのでこの状態で、ゲームをねやり続けて中途半端に折らせてしまうと、セーブする前に戻ったりしてしまいます。なので必ずね、左下、ゲーム、接続できませんとかね、これ出てますけれども、必ずねセーブ完了しましたというね、案内が出るまでセッション移動や、またはね GTA アプリをね閉じるということをねやらない方がいいです。そしてジョブの合間合間にも、このね失敗しましたっていうのが出た時は、完了しましたっていうのをね出るまでちょっとね移動しなかったりしないようにしないと元に戻っちゃうんですね。なのでこのねセーブ失敗中に起きる現象っていうのがいくつも出ています。例えば GTA のねオンラインはね、オンラインゲームなのでかなりのね機能が失われている状態、まあ一時的にできなくなっている状態が起きています。これ本当に一人とかだけじゃなくて、本当にねたくさんのプレイヤーがなっています。で、自分だけかなって思う人もねかなりいると思うので、これ一応動画にして、まあ自分だけじゃないんだよって、みんななってるんだよっていうのをちょっとお知らせしたいなっていう感じですね。まあこの状態でできないこと、まず車を購入しようとしても購入できませんでしたとかってなります。で、左下にセーブ完了となったので、じゃあもう一回購入してみようかなってなると購入ができるといったね、かなりね困った状態になります。まず一つ目、車両が購入できない問題です。次のね問題は、洋服などをね購入しようとした場合ですね。普段はここで右十字キーで洋服をね購入できたりします。しかしセーブに失敗しましたという出ている間が、洋服をね購入しようとしても右十字キーが押せないっていう状態が起きます。せっかくねアップデートで新しい洋服とかね解除されているのに購入できないのはちょっと困った状態になります。それから、次ね最もね困ることかな、ジョブを開始できない、またはね、続かない、元に戻ったりするとかっていう部分ですね。また放置ジョブがうまくいかない、これはもうプレイリストがちゃんとね、開けないとかエラーするっていう状態続きます。そして物件売却が成功をするんだけれども、うまくいかない時が多くなる、要するにセーブがうまくいかないからですね。そしてジョブワープ、違う照準のフレンドに参加の、キャンセルっていうね、ジョブワープがうまくいかない、まあ、読み込めないとかね、そういった状態が続いたり、要はオンラインに入れない状態っていうのがね結構起きます。オンラインに入ろうとしてもここでね、こういった感じでリプレイっていうのが出たりします。ここ四角のリプレイすればまあ入れるときあるんですけど、なかなか入れないときもあります。これはねアカウントバンとかされてるわけではなくて、サーバーの問題でみんな入れないだけなので、自分がアカウントがね何かね悪いことしたかなっていうわけではないです。なので、リプレイが出るっていうのはあまり良くない状態です。これらはね過去のねアップデートでもね大きなアップデートの後はありました。だから時間とともにね経過でね、談話されます。で必ずねセーブ完了っていうのをさせるっていうのをね、基本やっておけば、なんとかねクリアはできます。では未実装のパラゴン R 走行の無料でね解除する方法です。これ今ね、セーブがね、結構ね、まあうまくいかない状態でね、やるのは結構困難なんですけれども、こういった感じでね、お姉さんから電話ありますね。招待限定セッションやフレンド限定セッションでも、まあ外にいる状態でミス・ベイカーから電話を受けます。で、ミッションの案内が来ます。そしたらね、カジノに行って、アイコンで A、B って書いてあるところに向かいます。
そうするとそこのね A、B って書いてあるところがまあ、紫色に光ってるんですね。ここで右十字キーを押すとまあミッションを開始できます。でこのね画面の状態で結構今固まったりね1分ぐらいね待たないとね開始されないっていう状態結構続いてるので、まあ時間をねかければまあなんとかね開始できるかなっていう感じです。そしてこのカジノのチェン救出っていうのから始めていきます。全部で6個の、ミッションが用意されています。これらをすべてね、ちゃんとクリアすると、車両が解除となりますね。簡単なものもあれば、剛腕っていうねミッションだったりとか、結構相手がね強いとかね相手が多いとかねそういうの結構あるんで、まあ、強盗ミッションやってるような感覚になるかなっていう感じで、スナックとかアーマーは結構必要になると思いますね。で、カリン車走行とかそういうのをね結構使った方がねクリアしやすいかなって感じあります。これね違うチャンネルの方でまあライブでね、まあ、セーブがうまくいかないっていう状態もあったので、まあ2時間から3時間かけてクリアしましたけれども、普通にねこのねサーバーの問題がクリアできれば多分もうちょっとスムーズにねクリアできると思います。で、これミッションをクリアしたら、クリアした後に、報酬がね5万ドル入ります。参加者も入ります。そしてこの解除の条件はホストが自分で順番にね6個のねミッションをね解除していく、まあクリアしていくっていうことだと思うんですね。で、これクリアしたらまたね、このミスベイカーから電話来るのを待ちます。まあもしね電話全然来ない場合はそのセッションでちゃんとセーブ完了っていうのをさせるとか、スタイル変更で金色くるくる出してセーブをね確実に行うっていうことをしてからクリエイター行って招待限定セッションなどに行くとまたねミスベイカーから電話あります。で電話があったらここでまた、ミッションを A、B っていうところに行って開始するっていうのを繰り返していきます。6つのミッションをすべてクリアすると、このようにね、最後、ムービーが流れていきます。そして問題が解決されます。すべてね、クリアして、ここで、まあ、報酬とかを得ます。で、全部ね、クリアしたときに、左下にかな、アワードっていうのが出るんですけど、今ね、本当にね、セーブ完了がうまくいってない状態なので、全部クリアしたのに、ちょっとね、パパテラの場合は2個クリアしてないことみたいになっちゃってたんですね。で、それを確認する方法があります。これ全部クリアすると、普通のね、オプションを押してミッション、それからロックスターゲーム作成で、こっからね、カジノのね、ミッションをね、選択できるようになります。こういう風に解除されます。ここで星マークにチェックできていないもの、チェックできていないものをやり直すことで、まあ完全なクリアとなりますね。すべてクリアしたときにミスベイカーから、不当にね、回収できるアイテムをねもらうことができます。まあこれがね報酬として、まだ未実装っていうか販売されていないんかな。で、それパラゴン R っていうのはあるんですけど、それの走行っていうのはないので、それをね入手することができます。ではこのアイテムを、不当の方に行ってこれ車両置いてあります。走行車両なので、まあ、ドアの横がね、ボコボコってなってますよね。で、この車両に乗り込むと、自分のガレージ、好きなところに、まあ、しまうっていうことが、この場でね、出ます。まあ、こういった感じで、売っていないもの、そしてこの車両が無料でもらうことできます。まあ、これね、本当に後々ね、販売されるのかちょっとわからないので、まあ、前回のアリーナのね、まあ、アップデートの時もね、アトマイザーで、まあ、冬バージョンのやつとか、結局ね、販売はされてもね、その仕様のやつはね、結局売られることはなかったっていうことで、まあ、限定品かもしれないですね。ホーミングランチャーは人が乗った状態で、一発は耐えます。一発は耐えて二発目で、車両は爆破されてしまうっていう感じですね。耐久性をちょっと確認をしていきました。そして、窓のね防弾性能なんですけれども、ピストル MK2 というのを使った場合に、ここのね窓が貫通するまでを、計算しました。で、一応ね15発かな、同じ場所に打ち込んで15発は耐えて中の人には当たんないっていう感じでしたね。
こんな感じで、まあちょっとね、やっぱ走行車両なので強いです。で、奥の方にあるこれノーマルの車両は窓は一発でこれ貫通してしまいます。まあよかったらね、これ入手してみてください。